試してみるか。ほう。シーズマさんだろ。くわえ。ブンタン。承知。発作。あ？ヘビーチョン。かしこまりました。なんだこいつら。仲間呼びすぎだろ。これが俺の必殺ボルトストリーム。水錬の術。ねえ、これなんだかわかる？で、君の後ろ盾になってた連中が全部白状したんだって。君が自分たちに邪魔な人たちを暗殺してきたこととかね。なんだって。もう押せ。戦争は止められねえ。見ろよ、赤く染まるちぎりをよ。ウトン、カバイたち。ウトン突破。サメ肌で削ったチャクラは俺のもんになるんだ。まったく食いしん坊だな。おい、影分身の術。やったって同じだ。お前は何にもできねえ。弱えくせに俺のもんに手出してんじゃねえよ。水分身。水だよ。チャクラはたっぷりいただいたぞ。さあ次はお前の番だ。勝ってやるよ。お前に勝つ。大技で行くぜ。確実に捉える。本当に食いしん坊だな。どこかだ。グルトンレクレーション。いけ。早い。ねえ、道具のくせに逆らうんじゃねえよ。シズマさんには感謝しています。ああ、でもボルトを見てください。俺を何度も友と呼んでくれたあなたをここまで追い詰めた。こんな自分が、弱い俺が変われると思わせてくれたあなただって。つやまれ。てめえ上から物言ってんじゃねえよ。勝ったつもりか。まだ終わってないんだよ。俺はまだ。どうなってんだこれは。サメ肌何してる。
これどうなってる？なあ！なんだ？暴走だよ。未熟な力で使うから刀に飲み込まれたんだ。ひらめかれを僕に。その刀を解放すればサメ肌を止められる。長十郎様、ここは俺に任せてください。もう一度。一人でやろうとすんじゃねえ。